調布市立図書館は東京都調布市にある公立図書館、中央図書館及び十分館の全11館からなる。調布市立図書館は市政発足10周年事業として設置が計画され、1965年3月に市議会で市立図書館建設案件が可決された。同年10月より中央図書館の建設工事が調布市、 布田指定目17で始まり、1966年6月10日に開館した。開館にあたっては、公民館図書館から図書資料3000冊が移管されたほか、調布ライオンズクラブなどからの図書寄贈を受けてスタートした。その後、文化網の整備が始まるが、途中、1970年の調布市公共設備等整備5カ年計画で、 図書館新設が挙げられたこともあり、1975年までには合計9館の文館が開館した。これにより、市内全域を1館あたり、半径 1km 圏以内の図書館サービス網でも持って覆うことを達成した。1995年には、調布市文化会館たづくりが開館し、中央図書館はその4階から6階部分に移転した。 文化会館たづくりは指定管理者制度による調布市文化コミュニティ振興財団の運営となっているが建物内にある中央図書館の管理運営は調布市が直接行っている。ありがとうございます。